特に夏休み、お盆の期間中は都道府県をまたぐ旅行や帰省など人流が増加することが見込まれますので感染しない、感染させないため BA.5 対策強化宣言に基づく感染防止対策の徹底をお願いをいたします。大村知事は、先ほど会見で、 明後日から今月21日までの17日間、新型コロナの感染拡大に歯止めをかけるため、ba5 対策強化宣言を出すことを明らかにしました。宣言では、高齢者やその同居家族の感染リスクの高い場所への外出自粛。 また緊急を要する場合を除いて、救急外来や救急車の利用自粛などについて法律に基づいて協力を求めます。はいという愛知県が公表しました BA5 対策強化宣言え。他の内容をこちらに抜粋してみました。まず期間は今週の金曜日明後日からそして今月の21日日曜日までとなっていますが、まあ、外出時に混雑や感染リスクの高い場所を回避するだ。 だったり飲食店の利用時は認証店で4人までを目安に飲目食そして保育園や幼稚園などはこちらは原則解消してで働き方に関してはテレワークを推進しましょうとまあ、これ一部なんですけれどもこうして見てみると本当に 特に目新しいものはないというかまあこれまでの呼びかけと重なる部分が多いですよね、うん、まあこれから人の動きが増えるですねお盆期間を挟んだこの17日間で今一度基本的な感染対策の徹底そして行動の変容を呼びかける内容となっています、うん、あの本当に目新しいものというよりも改めて感染対策をしっかりなさってくださいねということだと思うんですがあの 高齢者やその同居家族には外出自粛をしたいということそれから救急外来を利用自粛してほしいといったことも盛り込まれましたこのあたりはやっぱりもう感染が拡大しすぎて心配だということなんでしょうかそうですねあとはそのよりハイリスクの人を守っていこうということなんだと思います、えー、やはり高齢者とか基礎疾患がある方が感染してしまうといやあのやっぱり一定数はどうしても重症化してしまう,そうです、ね、もしくはコロナ実践が コロナ自体が重症化しなくても基礎疾患が悪化してしまってやはり入院が必要になってくるというケースが圧倒的に増えてきますからそういったハイリスクの人たちができるだけ感染しないように対策をただこれね、あの別に強制力があるわけではないので改めて呼びかけを強めてこうキャンペーンみたいにしてやっていこうということなんだと思いますね。はい、その改めてとというこででですすがあさってから8月21日まま対策強化宣言愛知県で出されます